こんにちは。初心者からのウクレレ成長チャレンジ日記ウクレレチャンネル後藤彩子です。今週は灘早々の最初のイントロ部分のソロパートみたいなのを少し入れてみようかなと思って考えていた週でした。それでは今週分のビログとなります。どうぞ。灘早々の最初沖縄の音階ってドミファソシドでできてるんですよね。なのでそれがこう選ぶキーによって並行してこう動きますけど、そういう感じで入れると本当に沖縄っぽいなと思って、で灘早々はよくその音階がそのまま入ってるイントロが多いですよね。ビギンさんだったりとか、あと夏川りみさんとかもね、そうイントロに入れている楽曲が多かったようなんですよね。ドとシソファミっていうのが入ってるものが多いんですよ。なのでこれだとロー G になるので、こうフレットそうするとド、一億上がド、シ、三弦ですね。ソ、ファ、離してミ、一番上の弦で5フレット、ド。で4弦、一番下の4弦で1オクターブ上のド、3フレットですね。ドで2フレットに変えてシーで、ソが、3フレットソで1フレットにしてファで離して、ただそのまま3弦もう一度弾くとミード、ド、シ、ソ、ファ、ミっていう感じで、まだねちょっと手がおぼつかないですけど、これをちょっと練習して入れて、で曲の方にコード弾きにねしていけたらいいかなと思います。ドとシソファミはいいんですけど、これは D から始まるのを練習中なので、2フレットずつずらしてレドラソファに変えるんですよね。レドラソファに移行するってなると、一番上の4フレットがこれ最初ドからだったけど、2フレット上のレから、ね、1フレットが半音だからと思うと2フレット動かすわけですよね。なのでレレドはシャープになりますね。ドシはピアノで思うと半音しか入ってないので、レドラソファになるんだったらレドシャープラですよね。レドラレ、これが5フレット4フレット開放弦でここまで弾いちゃって、レドララソファがソファもシャープになるから2フレットレですね。レドラソファ、古いアルバムめくりとなってゆくかなと、ちょっと練習をしないとですね。レドラソファレドめくりですね。ちょっと練習をしていきたいと思います。はい、それでは今週の着物情報、ちょっとウクレレ持ったままですけどね。はい、本日はまあ浴衣ですね。ちょっと横に点々点ってこう炉が入ってるんですけれども、見えるかな？こんな感じ、涼しい感じの、浴衣になります。帯はへこ帯ですね。もう楽ちんなので、もうささっと着たい時とか、あんまりこう硬いの私苦手なんですけれども、柔らかいもの軽いものが好きなんですね。なのでもうできるだけいろんなものは省きたいし、心地がいいものに変更しちゃいたいっていう感じで着物を着ているんですけれども、帯は、今日はへこ帯、とっても、軽くて、柔らかい帯。はい、それでは、本日もご視聴いただきましてありがとうございました。また来週もよかったらご視聴くださいね。それでは。本日の楽譜情報です。ご視聴くださいましてありがとうございました。ウクレイチャンネルでは毎週木曜日、夜アップの予定でいます。チャンネル登録やグッドボタン、コメントなどいただけましたら本当に嬉しいです。それではまた来週ご覧ください。